キャノン F-1 は1971年3月から紹介料金の F-1 改めが登場する1976年まで生産されていたキャノンのマニュアルフォーカス一眼レフカメラである。本校では F-1 改めについても扱う。F-1 は撮影条件に応じて様々なアクセサリーに対応したキャノン初のプロ用一眼レフカメラシステムである。 F-1 では新たに FD レンズマウントが採用されたが、開放速攻には対応していないものの、従来のフロリダレンズマウントとの互換性を保つ。1972年には、視野像をいつでも途切れることなく見ることを可能にすべく、固定ペリクルミラーを搭載し、毎秒9コマの超高速連写性能を持つ F-1 高速モータードライブカメラが開発され、その連写性能は、 同年開催されたミュンヘンオリンピックにおいて成果を収めた。1976年にはモントリオールオリンピックの公式カメラに認定されたのを記念し、同大会のシンボルマークが刻印された特別モデルが発売され、同様に1980年にもレイクプラシット冬季オリンピックを記念した特別モデルが発売された。1976年には F-1 回と呼ばれる部分改良機を発売した。改良点は、下記のほか、全13項目に及ぶ。フォーカシングスクリーンは4種から9種に増えた。また、1980年には、従来のフォーカシングスクリーンより明るい L タイプの、レーザーマットフォーカシングスクリーンも投入された。ありがとうございます。